人物を表現した伝統的なシルエット。18世紀末の作。女性のシルエットを眺める若い頃のゲーテシルエットは、輪郭の中が塗りつぶされた単色の画像のこと。影へと同義にみなされる場合もある。もともとは18世紀ヨーロッパに起こった黒い髪を切り取って、人物の横顔を表現した切り絵。服飾では着装時の服の輪郭や、 服そのもののデザインを言い表すごとして使われている。表現技術としてのシルエットは、様々な芸術分野で使用されており、黒い切り絵による伝統的なポートレートもまた21世紀となった、現在も作られ続けている。シルエットの子は、フランスオ類ルイ15世の治世下で、財務大臣を務めたエティエンヌドシルエットに由来する。当時フランスは7年戦争が長引いたことで、 財政難に陥っており、エティエンヌは特に富裕層に対して厳しい倹約を要求しなければならなかった。写真が登場するまでは、切り絵によるシンプルな肖像が人物の特徴を記録する最も安上がりな方法であり、彼はこれを好んだため、このような肖像がさらには安上がりで済ますことが人々の間でシルエットと言われるようになった。エティエンヌの父は、 フランス領バスクのビアリッツ出身で、シルエットという姓は、バスク語の聖ジルウェイタを、フランス語系に直したものである。バスク語でのより一般的な形は、ズリタで、この内エータは、豊富なを意味する設備字であり、ジリ、通路は、穴を意味する。この場合、コウモリの巣を意味する、可能性もある。シルエットは、視覚芸術の位置形式であり、伝統的には、 横顔のポートレートを黒い影によって表現する。横顔が描かれるのは、それが顔の骨格に強く依存しているため、老化や体重の増減、病気などによって変化することがほとんどないからである。横顔を用いた肖像自体は、古くは古代老化時代から貨幣に用いられてきた。ルネッサンス時代には横顔による肖像画が流行し、ロレンツォ・デ・メディチなど、 多数の著名な人物が横顔による肖像画に描かれている。伝統的なシルエットは黒いカードを切り取って作られる。現代のシルエット作家イスジョン・ロスシルエットによるポートレートは絵の具を用いても制作可能であるが、伝統的には黒色の薄いカードを顔の形に切り取って白などの明るい色の下地に貼ることによって作られる。専門のシルエット作家の場合、 しばしば観客の前で数分間のうちにポートレートを切り取ってみせる。また注文を主に横顔の写真を送ってもらい、それを元に制作することもある。18世紀ドイツの感想学者、ヨハン・カスパー・ラバーターは、実著において人間の顔のタイプを分類するのにシルエットを使用しており、これがシルエットを広めるきっかけになったと考えられる。 なお、ラバーターの友人でもあったゲーテはシルエットを好み、若きウェルテルの悩みでは、主人公ウェルテルが思いを寄せる女性シャルロッテのシルエットを作るくだりがある。18世紀の最も有名なシルエット作家であるアウグスト・エドワードは何千枚もの成功なポートレートを制作したが、その多くは船のナンパ事故のために失われてしまった。イギリスで最もよく知られている、 シルエット作家であるジョン・ミアーズは、ロンドンのストランドにスタジオを構えつつも、各地を旅行し様々な土地で作品を制作した。アメリカ合衆国では、シルエットは1790年代から1840年代にかけて流行し、カメラが登場するまでは、肖像技法として広く用いられていた。シルエットの技法は、現在にも受け継がれており、各地を旅しながら、 シルエット制作を行っている作家が20世紀まで存在した。その後シルエットは新しい世代から重要な出来事を記念する上でのノスタルジックな技法として再評価を受けており、アメリカではシルエット作家がウェブサイトを設けて結婚式や広告などに使用するシルエットの制作を受け負ってもいる。イギリスでは活動中のシルエットアーティスト集団が存在する。 オーストラリアでは S ジョン・ロスが60年にわたり農芸展覧会などの場でシルエット制作をして見せていた。ダグラス・カー・ペンターなどの作家はペンとインクを使用してシルエットを制作している。18世紀末よりシルエットは肖像だけでなく出来事や物語の一場面を表現する手段としても用いられるようになった。19世紀においてこのような技法を好んだ作家に ハンス・クリスチャン・アンデルセンがいる。またロバート・ライアンはしばしばシルクスクリーンを使って複雑なシルエットを制作している。19世紀末から20世紀初頭にかけて本の挿絵などに複雑なイラストレーションよりも安価で容易な方法としてシルエットが用いられた。この頃にシルエットを制作したイラストレーターにはアーサー・ラッカムやウィリアム・ハース・ロビンソンなどがいる。 20世紀末には、ヤン・ピー・イン・コースキーやヤン・オー・マラードなどのイラストレーターがシルエットを使用しており、21世紀以降では、カラーボーカーがこの技法を用いて、人種問題を取り扱ったイラストレーションを制作している。台湾・台北の夕暮れのスカイラインのシルエット。写真の分野では、人々や事物、風景の一部を逆光に当てて、シルエットにする技法がしばしば用いられる。 逆光は日暮れや明け放たれた戸口から入る自然の光のほか、スタジオで人工的に作る場合もある。シルエットは多くの映像作品でドラマティックな演出として使用される。例えば、ジェームズ・ボンドの映画で用いられるオープニングクレジットなどが該当する。また歌手グループのミュージックビデオなどにも使用されており、近年ではアイボットのコマーシャルに iPod をつけて踊る人物のシルエットが使用された。1900年代のファッション広告、シルエットは輪郭を含意する言葉であるために、ファッションやフィットネスの分野では、スタイル、体型を言い表す言葉として使われている。これらの分野の広告ではしばしば人々、特に女性たちに対し、コルセットやダイエット、エクササイズによって、理想的なシルエットを得るよう呼びかける。 この分野の広告では20世紀初頭のヨーロッパでシルエットの言葉が使われ始めた。服飾研究家の間では衣服を着用した際の輪郭を示す言葉としても用いられており、各時代のファッションを比較しその変化を言い表す際に用いられている。ある時代において望ましいとされるシルエットは様々な要因から影響を受ける。ヨーロッパでは1850年代から60年代に かけて、クリノリンが女性のシルエットを決定していた。アレクサンドラ・オブ・デンマークの特徴的な姿勢は、エドワード町の女性たちのシルエットに影響を与えた。左の広告画像を参照のこと。飛行機のシルエットシルエットは視認しやすいため、素早い認識の必要な様々な分野でも用いられる。道路標識のほか、都市や国を有名なモニュメントや地形のシルエットで表現したり、 木や虫などの自然物の存在をシルエットで表現して知らせたりする。船舶や戦闘機、戦車などの軍事利用される乗り物のシルエットは兵士たちの死人訓練に用いられる。テレビ番組で使用されるインタビューでは、インタビューされる人物を匿名性を保つためにシルエットで隠すことが行われることがあり、多くの場合は声も合成音声が使用される。ありがとうございます。